はい、今回のテーマは短期間で月収7桁へ行く治療科の共通する習慣3選についてお伝えしていきたいと思います。どうも前川です。私はですね、開業して半年間で売上2万というどん底を経験し、でもそこからですね、3年間で300万という売上を達成しました。今現在はですね、そのノウハウを一人治療院経営の方にアドバイスさせていただいて、100万達成者が7割以上になる塾を運営させていただいております。それ以外にもですね、海外に事業を展開させていただいて、治療家がですね、世界を舞台に戦える土俵を作らせてもらってます。詳しくは説明欄をどうぞ。で、今日のテーマのですね、うまくいく人の、習慣3選ということで、今日はこの話をしていきたいなと思うんですけども、信じれないでしょ、100万円なんてみたいなね、先生も多いかなと思うんで、この話をね、今日はしようと思って、していくんですけど、正直ですね、塾に入って、まあ、1ヶ月から3ヶ月で100万円達成する人もいるし、やっぱ1年かかったりする人もいてるんですね。まあこれはその能力の問題もあると思うし、立地的な問題もあると思うんですけども、基本的には100万円っていう数字はいくもんだと私は考えてます。そして多くの方がやっぱ半年以内に行くんじゃないのかなと思うんですね。やるべきことをやればですよ。じゃあこのやるべきことをやればって何なのかなんですけど、これって習慣だと思うんですよ。どういった習慣を身につけているのかどうかがすごく数字に反映されてくるんですね。なので、うまくいかない人の習慣ではなくて、今日はですね、うまくいく人の習慣ってどんなんがあるのか、その中でも特に重要なことを3つピックアップして皆さんにお伝えしていこうと思います。あったけーあったけーあったけーよー。なので、ご自身を振り返ってもらって、あ、俺それできてないわ、というか逆やったわっていうことがもしあるのであればですね、今すぐに変えてもらって、この3つを意識してください。これは本当にうまくいってる人、すべての方に共通するポイントになるんで、もうぜひ無理やりでも合わせてやってもらえたらと思います。では早速いきたいと思います。ではまず、一つ目なんですけども、具体的な質問を考えてきていて、その質問をめちゃくちゃ何回もする。なので質問が多いってことなんですけども、その質問がですね、アバウトな質問ではなくて、具体的な質問かどうかっていうのはすごい重要になっていきます。ググってわかるような質問はもう論外ですよ。いや、そんなの Google で検索してや、みたいな質問は論外です。あと、こういった質問も良くないんですけども、今、集客に困ってるんです。何からしたらいいですかみたいな。何をしていいか分からないんで、何からしていいですかみたいな、ね、質問。全然具体的じゃないじゃないですか。こんなんはね、ちゃんと答えれないんですよ。あ、集客してないんやったら、チラシとホームページやって、で終わるんですね。そうではなくて、具体的に。今、僕はホームページ集客に力を入れています。月のアクセス数が、だいたい700です。700人のアクセスがあって、でもホームページでの集客っていうのが1なんですね。僕はこれを10にしていきたいんですけども、どういったところを分析して、どういったことをしていけばいいですかみたいなね、質問だったら、あ、それだったら、って言っていろいろ見ていけるんですよ。具体的じゃないですか。なので答えも具体的になっていくんですね。でも具体的な質問がないと、この答えができないんですよ。でもほとんどの方がですね、質問はないし、質問があったとしても具体的じゃないんですよ。なので、答えが見つからないっていうことがたくさんあります。でもね、うまくいく人って違うんですよ。うまくいく人って質問が具体的なんですよ。具体的なんですね。だから答えも具体的にいくんで、すぐに行動に移せて、すぐに結果につなげることができるんですね。このスピードが全然違ってくるんで、ぜひですね、質問をする癖をまずつけていく。そして、具体的に質問をする癖をつけていってください。これがね、すごい重要です。二つ目、いきます。二つ目はですね、徹底的に無駄な行動をしないっていうことです。これどういうことかというと、うまくいかない人ってね、無駄な行動が多すぎるんですね。行動してないという人もいますけども、無駄なんですよ、行動が。じゃあ、どういったことかというとね、さっきもホームページの話をしたんで、ホームページで話を進めていきたいと思うんですけども、ホームページで集客するためのノウハウを知った上でやっていくのか、知らずしてやっていくのか、これどっちが結果出ると思いますか？もう答えは明らかで、知ってやるんですよね。収入を上げていく人っていうのは、その道のりを知ってやります。知らずにやらないんですよ。知ってやるんです。もちろんやりながら知るんですけどね。ここがうまくいく人といかない人の決定的な違いです。うまくいかない人は、やり方わからなくてもいい。それを学ぶためにお金かけるんだったらわからなくていい。自分なりにやる。でもやり方わかんないか動けない。みたいな感じになってくるんですよ。だからうまくいかない人って、雑魚で絡むんですよ。言葉悪いですよ。雑魚で絡み続けます。自分と売上一緒、もしくは自分よりも売上低い人とばっかりつるむんですね。だから抜け出せないんですよ。もちろんね、気持ちいいと思いますよ。傷の舐め合い。いやー、最近世の中不景気やから新規集まらないですよね。そうやね、うちも集まらへんね。やっぱりそうですよね。やっぱり厳しいですよね、今の時代は。みたいなね。それでみんな傷の舐め合いするんですよ。意味がわかんない。無駄や、そんな。そんな無駄。
バンバン、どんな状況でもバンバン集めてる人は集めてるんで、そういった人にしっかりと話を聞いていくんですね。そういった人たちがどういったことをしていって実際に集客に成功しているのか、経営に成功しているのか、これをどんどん聞いていくんですよ。これが本当に必要な行動ですよ。あとはですね、技術を捨ててない。これどういうことかっていうとね、皆さん治療家としてやってると思うんですけど、治療家として技術を学ぶっていうのはもちろんなんだけども、その前にも皆さん開業してるんだったら経営者なんですよね。なので、いつまでも技術ばっかり磨いてても意味がなくて、経営学びましょうよ、経営を。もう経営者になったんだから。雇われたらそれでいいですよ。雇われたら技術を磨き続けたらいいんですよ。違うんですよ。もうあなたは経営者になったんで、技術を磨きに行くのではなくてですね、経営を学びに行く。学ぶ先を変えないといけないんです。なので、今、技術を経営してるにもかかわらず学び続けてて、経営がうまくいってないと、それ無駄な行動ですよ。無駄なんですよ。経営学ばないと。目の前に患者さんが来ないにもかかわらず、なぜあなたは技術を学び続けるんですかって話です。来てへんやんけみたいな、目の前にね。なので、まず目の前に人を連れてくる技術を学んでください。これに早く気づくことです。なので、それができてないのに技術を学ぶのは無駄な行動です。はい。で、三つ目ですね。三つ目は、でも、だって、って言わずにすぐやるってことです。アドバイスをね、求めてきて、アドバイスして、でもですね、先生、うちの地域は、だってそれ、ってね、言う人。そしたらもう自分でやるよ、みたいな。聞きに来んな、みたいな。自分でやったらええかな、って話になってくるんですよ。だから、まずですね、もう否定から入らない。まずは受け入れるっていうことをしてください。あ、わかりました。それやります。で、今の私の状況はこういう状況なんですけども、私の場合は、具体的にどのようにしていけばいいですかってやっていけば、どんどん具体的に、どんどん自分ごとにしていくことができるじゃないですか。そういった感じで、しっかりと受け入れていくっていうことをね、もう癖づけてください。正直ですね、100万いってない人からしたらですね、100万いくための方法っていうのは、抵抗あると思うんですよ。だって、それに抵抗があるから、今までできてなかっただけ。だからね、まずはね、受け入れるってことしてください。絶対話わかんないから、そんなん無理に決まってるやん、みたいな。僕もありましたよ。僕もあったんですよ。何かというとですね、僕が150万ぐらいの時にね、売り上げ150万ぐらいの時に、いや先生僕ね、300万行きたくてやってるんですけど、どうしたらいいですかね、今の状態こうなんですけど。ああ、春そんな簡単やん。倍になったらいいんやろ。単価倍にしたらいいねん。って言われたんですよ。へーみたいな。当時8000円だったんですけど、倍、1万6000円みたいなね。いや、先生ごめんなさい。それはちょっと受け入れないんで、ちょっとメンタルが持たないんで 1.5 倍の1万2000円しますって言って僕は1万2000円にやったんですね。まあ、結構1万2000円でもこう 1.5 倍なんでメンタルやられますけども、2倍に比べたらマッシャーと思ってやったんですけども、はい。まあ、そんな感じでですね、受け入れれないアドバイスをまあされることになると思うんですけども、でもそれをやったらまた新しい自分と出会いますよ。なのでこの3つをね、まずしっかりやっていくってことをしてほしいんですね。まとめると、1つ目は具体的な質問をしっかり考えて質問をしまくるってことです。そして二つ目は徹底的に無駄な行動をしない。そして三つ目、でもだって否定しない。もうすべてを受け入れる。この三つをですね、しっかりやっている人っていうのはやっぱりですね、月収7桁いく治療家の特徴になってます。先生はいくつ当てはまってましたか？もしくは当てはまってなかったですか？これができてないと、どれだけ学んでもなかなか業績っていうのは変わらないんですよ。こういった部分の思考をですね、大きく変えていくっていうことがすごい重要になっていくと思いますので、ぜひですね、今日の動画すごいこう聞き心地が悪かったりとかですね、腹が立ったりとかイライラしたりとかした部分があるかもしれないですけども、それをもし感じたのであればなおさらやってください。なおさらやるんです。先生と今の話とすごいギャップがあるってことじゃないですか。そこをやっぱり受け入れましょう。まずは受け入れましょう。だってそれで成果上げてる人が多いんだから、受け入れるしかない。まず受け入れてみて、その上でですね、変わらなかったら変わらないでまた文句言ってもらえたらいいんで、ぜひですねやっていただけたらと思います。はい、参考になったでしょうか。ぜひですね、今日の動画面白かった、腹立ったでもいいですけども、何か刺激が感じられた人はですね、ぜひグッドボタン、またですね、動画のコメント欄にですねコメントを残しておいていただけたら嬉しいなというふうに思います。またチャンネル登録もですね、ぜひよろしくお願いします。ではまたね、次回の動画でもお会いできたらと思います。さよなら。